カチンコを持つ少女。カチンコは映画の撮影に使う道具である。音の鳴る表紙僕部分とショット情報を記載するボード部分からなるフィルムによる陶器撮影に必要な道具である。ハリウッドスタイルの例。ハリウッドの古典的なスタイルでは渦にあるようにを記載する。台湾の例。英国の例。すべてのテイクの撮影前に他のテイクと区別、識別するために 上記の情報を記載した上で、監督が、レディと確認し、カメラを回す指示をする。カメラが回ったら、マークと指示し、カチンコ係が、記載内容を読み上げ、カメラがこれを撮影し、カチンコ係が標識を鳴らし、監督が演技の開始を指示する。カチンコ係は通常は、カメラオペレーターの助手であり、日本式の映画撮影のみがサードあるいは、ホースといった。 女監督の末端である。撮影後に標識が重なって映っている1コマと録音された標識の音を合図として同期させるのが標識の目的である。日本の場合、聞き手のみで操作できる小型で簡単なものであるが、大抵はボード部分が大きく、両手で操作する。サスの台湾の例では、コダックが支給したこのカチンコでは記載内容が簡略化されており、 タイトル、ロール番号、シーン番号、カット番号、監督名、撮影日名、撮影日付のみ。サズの英国の例では同様に記載される項目が簡略化されているが、ボードの中心部にデジタル表示が施されている。このデジタル表示はカメラと連動しており、そのテークのランニングタイムが正確に表示され、電子的に記録される。この場合、 従来の表紙木部分にスイッチが仕込まれており、同スイッチで同期のための目的は果たされ、従来のように音を鳴らすことが役割ではなくなっている。デジタル映像制作が一般化、さらにタブレット端末の登場でカチンコのアプリをダウンロードして使用するケースが世界的に増えている。日本では長さ30センチメートル程度の蝶蓄外式標識に小さな黒板、 またはホワイトボードを付けたものとして知られる。ボード部分に記載される文字はシーン番号、カット番号、テイク番号である。シーン1カット1テイク1ならば1から1から1と書かれる。同テイクが NG の場合は再度撮影が行われ、その際にはテイク2となるので1から1から2と記載される。カチンコの名前は標識を鳴らした時のカッチンという音に由来する。 映画などのメイキングや撮影現場を題材にしたコントにはよく登場する道具でもある。他にボールドと呼ばれることもある。これは英語のクラパーボードの寛容読みから来ている。目的は二つ。一つは編集前のフィルムで撮影内容の確認を容易にするためで、このために付属のボードにシーン番号、カット番号、テイク数を記入し、 それを撮影するという方法をとる。これには作品名、組の名前が加わることもある。もう一つは映像と音声の同期をとることである。映画用のカメラは一般に映像の撮影のみを行い、音声の録音は行わない。そのため現場の音を同時録音しておく場合には映像フィルムと録音テープを編集の際に一致させる必要がある。そこで 撮影開始の際に、カチンコを撮影し、標識を打つ映像等々を撮影、録音しておくことで一致させる手がかりとする。音声のみでも差しが判断できるよう、スタート時は1回、カット時には2回打たれるのが一般的。複数のマイク、複数の録音機で現場音を同時録音する場合でも、カチンコの音が届いている限り、一致させることができる。日本では、 かつては助監督入門者の必需品であり、撮影所の大道具が製造したものを購入した。桜と高級な木材を使用した手作りであり、量産不能のため高価であり、現在でも東方映像美術での相場は2万円である。現在では助監督の多くがフィルム撮影の現場から入門しない場合が増加し、カチンコを必要としない VTR 撮影。 ハイビジョン撮影の現場出身の助監督は、その過程でカチンコに触れることなく、セカンド、チーフに昇進しているケースが増えている。カチンコ打ちにまつわる技術も、過去の異物となりつつあるのが現状である。黒板部分には、シーン番号、カット番号、テイク番号が記され、撮影される。その他の簡単な説明が記入される場合もある。テイク番号は、同一シーン。 同一カットを複数回繰り返した場合のもので、監督の OK が出るまでカウントアップしていく。大抵はテイク番号の最も大きい数字のカットが OK が出たカットだが、実際にはそれ以前のものから比較的良いものが使われることもある。日本ではカチンコを手に持ち、手を伸ばした状態で鳴らすことが多い。また、カチンと鳴らした後、猛ダッシュで音もなく退散するか。 地面にかがんだりひれ伏したりしてカメラの画角を外れることが要求され短い時間で対比ができることがカチンコを打つサードあるいはフォースの助監督にとって重要な職人芸であるとされるこれはフィルムを無駄にしないという実利とともにそのシーンにおけるカメラの画角が判断できるようになれば一人前という意味もあるハリウッドなどでは カメラが回り始めた後しばらく速度が安定するまで待つため、カチンコを鳴らした後も劣な勢いで退避するということは要求されない。そのためもあって、ハリウッドでカチンコを叩く担当は特に決められておらず、多くは撮影部門の女子が行っている。撮影開始にカチンコを鳴らさず、回し始める場合は尻にカチンコを入れる。これを尻ボールドといい。 カチンコを逆さまにして打つ。ケツカチンとも呼ばれ、終了時刻が決まっているという意味の言葉に転用されている。現在の映画撮影では同時録音ができるシステムを備えた機材が増えているため、映像と音声の動機を取るために音を鳴らすカチンコの重要性は低まりつつある。特にビデオカメラで撮影する場合には同時録音が前提なので、 映像と音声を一致させるという作業そのものが不要である。今場何秒かのズレが生じているためフィルム撮影の場合、録音技師によっては頭にカチンコを入れるよう要求してくる場合が多い。また、シーン番号やカット番号の記録は同時録音の有無とは関係なく重要である。そのため、ビデオ撮影の現場ではカチンコそのものは使われないとしても、 スケッチブックにフェルトペンなどでシーン番号、カット番号、テーク番号を記したものを撮影するということは今でも行われている。カチンコを半開きにして番号をカメラに向ける手法も存在する。セットロケセット内の撮影で俳優の他にカチンコ係の入る余地のない究極の狭い場所では俳優が手を叩いたり手のひらサイズの小型のものを使う。 俳優に手を叩かせる場合、各種ナンバーを俳優の手にはかけないため、録音部が音声で記録するのみで対応する。引きのショットでは上半身サイズの大型なカチンコが使われる場合がある。通常はカメラ前にカチンコ係が立ち、カメラ前に焦点を合わせてボールドを入れ、引きのショットの焦点にサイドを戻す。ありがとうございます。